ヨナの受難。僕と味わえ、お見のせいでな。ここで終わらせてやる。抹殺完了。今から見せるのはこのヴェルドリス本来の魔力だ。はったりでないことを祈りますよ。ここからはかばいだけはできんぞ。下がってみる。はい。とくと味わえ。お見なすネグラ。うん、何が起きた。体が吸い寄せられて。ヘンドリックス。安心しろ、まだ二人は生きている。モーリーさん、それにしてもこの状況は。虚偽ようなマネを。連続テレポートで距離を保ち続けるとは。そんなに引き寄せたくば、こちらから言ってやる。貴様の太刀筋などすでに見切っておるわ。テレポートが間に合わない。まずはお前を始末し、海軍を奪うとしよう。エスカノール、すまない。我は己の心に従った。モーリン、あの状態のエスカノールの攻撃をも弾き返すか。ありえん、かすり傷一つ負っていない。
武器を捨てて命乞いをする気ではなさそうだ。聖剣武士か。人だと人間ごときになぜここまでの力が。間違いない、あれは御敵四大天使マエルの恩寵太陽。最高神が女神族に値し力だが、あれは人間だ。おそらく死んだマエルから剥がれた恩寵が長き時を経てあやつの体に宿ったのだ。ということは、わからんな。これは魔人族と女神族との長きに及ぶ因縁の争い。人間である貴様が己の命を懸け戦う理由とは何だ。全て友のため。エスカノール、あの冷酷非情のメリオダスを友だと。正直そんな生っちょろい感情など持ち合わせる男ではない。強制解除に成功したな。逃がさ。セスエスカノエンドリー様、貫け。待っててくれ。ゲルさん、エクスターミネイトレイ。エクスターミネイトレイ。マーリンさんと同じ魔法、しかも特大。マーリン殿の魔力をこれほどまでに上回るというのか。エスカノール、隙を見計らって神器のもとへ走れ。はあ、え、無理無理無理ですよ。どうしたどうしたどうした。エンチャントインフィニティ。直撃した。何がおかしい。エゾラン。マーリンさん。ほう、それが本体の姿か。ずいぶん可愛らしいな。貴様もあのアーサーとかいう小僧と同じ運命をたどるがいい。最上位魔人に歯向かったことを地獄で後悔しろ。貴様の意志はもはや我が虜。そのまま言葉を返すぞ。なぜ貴様が憑依してくることなど想定済みだ。最高神の祝福の上に精神強化を施した私に取り付くことができるとでも。まだ事態が飲み込めていないようだな、愚か者め。さあ、たっぷりとアーサーの恨みを晴らしてくれよ。